俺が守る。守る。切っても切っても全然減らない。どうすれば？あっ！なんだ？鬼の攻撃か！かまど少年。煉獄さん、ここに来るまでにかなり細かく斬撃を入れてきたので、鬼側も再生に時間がかかると思うが、余裕はない。手短に話す。この汽車は8両編成だ。俺は後方5両を守る。残りの3両は黄色い少年とかまど妹が守る。君と井の頭少年はその3両の状態に注意しつつ、鬼の首を探せ。首？でも今この鬼はどのような形になろうとも、鬼である限り首はある。俺も急所を探りながら戦う。君も気合を入れろ。すごい、見えない。煉獄さんが移動した揺れだったのか。状況の把握と判断が早い。五両を一人で。感心してる場合じゃないぞバカ。やるべきことをやれ。鬼の匂いがどんどん強力になってる。急げ。伊之助、伊之助どこだ。うるせえ、ぶち殺すぞ。そこにいたのか伊之助。これから俺たちは前方の。分かってるな。そして俺は見つけてるからな。すでにな。全力の七の方でこの主の急所。そうか、やっぱり前方だな。そうだ、前だ。とにかく前の方が気色悪いぜ。分かった、よし行こう。ちょっとつのあし。怪しいぜ、怪しいぜ。この辺り特に、うん、クソが、近づけさせないつもりだ。させないよ、行かせない。首も切らせない。お前たちはここで眠りにつくんだ。深い深い眠りにね。邪魔くせえ肉どもが、ぶった切ってやる。人の分際でよくも俺の首を見つけたね。けれどお前たちは首に傷を入れることはできない。悪夢を見て苦しみながら死ぬのだから。ここで手こずっていては被害が広がる。急ごう、伊之助。あったくまだ。遅れるなよ、サンブロ。ジェクス。おしよう。
肉を切っていけばほんの少しだけ隙ができる。そこを狙うんだ。首のある場所はもう分かっているんだから。そんなこと分かってたね。お前が言う前から。そうか、さすがだ。もっともっと絶望しておくれよ。俺は山の主の皮をかぶってるからな。恐ろしくて目合わせらんねえんだ。さあ、止めたまたま。そうか、伊之助は視線をどこに向けているのか分かりづらいんだ。死んでおくれ。早く首を。伊之助、このマスターが鬼の首だ。守ってくれ。この一撃で骨を断つ。日の神神楽セキラの天。やめろ、お手数。おい、大丈夫か。大丈夫か、サンタロー。しっかりしろ。伊之助、鬼の肉でバインバインして助かったぜ。逆にな。俺はすぐ動けそうにない。他の人を助けてくれ、頼む。言ってやるよ、親分だからな。子分の頼みだからな。夜明けが近づいている。呼吸を整えろ。早く怪我人を助けないと。禰豆子、善逸、煉獄さん、きっと無事だ。信じろ。体が崩壊する。再生できない。負けたのか、死ぬのか。俺がバカな、バカな。俺は全力を出せていない。人間を一人も食えなかった。記者と一体化し、一度に大量の人間を食う計画が台無しだ。こんな姿になってまでこれだけ手間と時間をかけたのに、あいつだ、あいつのせいだ。200人も人質を取っていたようなものなのに、それでも押された、抑えられた。これが柱の力。負けるのか、死ぬのか。ああ、悪夢だ、悪夢だ。鬼狩りに殺され続けるのはいつも底辺の鬼たちだ。上弦、ここ100年顔ぶれの変わらない鬼たち、山ほど葬っている。鬼狩りの柱さえも葬っている。異次元の強さなのか。やり直したい、やり直したい。なんという惨めな。
悪夢だ。全集中の常駐ができているようだな。感心感心。煉獄さん、常駐は柱への第一歩だからな。柱までは1万歩あるかもしれないがな。頑張ります。呼吸を極めれば様々なことができるようになる。何でもできるわけではないが、昨日の自分より確実に強い自分になれる。はい。みんな無事だ。怪我人は大勢だが命に別状はない。よくやった。はい。君はもう無理せず、なぜ手負いの者から狙うのか理解できない。話の邪魔になるかと思った。俺とお前の。君と俺が何の話をする。初対面だ。俺はすでに君のことが嫌いだ。そうか、俺も弱い人間が大嫌いだ。弱者を見ると無視が走る。俺と君とで物事の価値基準が違うようだ。そうか、では素晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならない。ならない。いい刀だ。再生が早い。この圧迫感と凄まじい危機、これが上限。お前の強さ、柱だな。その陶器、練り上げられている。思考の領域に近い。俺は縁柱、煉獄杏寿郎だ。俺は赤さ。杏寿郎、なぜお前が思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう。人間だから、老いるからだ、死ぬからだ。鬼になろう、杏寿郎。そうすれば100年でも200年でも鍛錬し続けられる。強くなれる。老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく愛おしく尊いのだ。強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない。この少年は弱くない。侮辱するな。何度でも言おう、君と俺とでは価値基準が違う。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。そうか、鬼にならないなら殺す。今まで殺してきた柱たちに炎はいなかったな。そして俺の誘いにうなずく者もいなかった。なぜだろうな。同じく武の道を極める者として理解しかねる。選ばれた者しか鬼にはなれないというのに。名残惜しいが、そろそろしまいとしよう。破壊策、破壊策、空式。素晴らしい反応速度。この素晴らしい剣技も失われていくのだ、杏寿郎。悲しくはないのか。誰もがそうだ。人間なら当然のことだ。おっと、この子だ。素晴らしい才能を持つ者が醜く衰えていく。俺は辛い、耐えられない。死んでくれ、杏寿郎。若く強いまま。破壊策、
素晴らしいぞ、本当に素晴らしい。杏寿郎、死ぬな。生身を削る思いで戦ったとしても全て無駄なんだよ杏寿郎。お前が俺に食らわせた素晴らしい斬撃もすでに感知してしまった。だがお前はどうだ。潰れた左目、砕けたあばら骨、傷ついた内臓、もう取り返しがつかない。鬼であれば瞬きする間に治る。たまもの鬼ならばかすり傷や。全てを振り絞る。どうあがいても人間では鬼に勝てない。俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。素晴らしい闘技だ。それほどの傷を負いながら、その気迫、その精神力、一分の隙もない構え。やはりお前は鬼になれ杏寿郎。俺と永遠に戦い続けよう。責務を全うする。一瞬で多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸、奥義。素晴らしいぞ、本当にお前は素晴らしい。称賛に値する。負の方、煉獄。術式展開、破壊殺。杏寿郎、母はもう長く生きられません。強く優しい子の母になれて幸せでした。俺の方こそあなたのような人に産んでもらえて光栄だった。止めた。信じられない力だ。溝落ちに俺の右腕が貫通しているんだぞ。しまった、夜明けが近い。早く殺してこの場を去らなければ。腕が抜けん。逃がさない。切らなければ、鬼の首を。早く、夜が明ける。ここには陽光が差す。逃げなければ、逃げなければ。絶対に離せん。お前の首を切り落とすまでは。どけ。伊之助、動け。煉獄さんのために動け。獣の呼吸、一時は下がってやけ。手こずった。早く太陽から距離を。ガキは。
脳みそが頭に詰まってないのか。俺はお前らから逃げてるんじゃない、太陽から逃げてるんだ。それにもう勝負はついているだろうが、あいつは間もなく力尽きて死ぬ。いつだって鬼殺隊はお前らに有利な夜の闇の中で戦っているんだ。生身の人間なら傷だって簡単には塞がらない。失った手足が戻ることもない。逃げるなバカ野郎、バカ野郎、卑怯者。お前なんかより煉獄さんの方がずっとすごいんだ、強いんだ。煉獄さんは負けてない、誰も知らせなかった。戦い抜いた、守り抜いた。お前の負けだ、煉獄さんの勝ちだ。もうそんなに叫ぶんじゃない。君も軽傷じゃないんだ。かまど少年が死んでしまったら俺の負けになってしまうぞ。こっちにおいで、最後に少し話をしよう。俺はもうすぐに死ぬ。喋れるうちに喋ってしまうから聞いてくれ。弟の千次郎には自分の心のまま正しいと思う道を進むよう伝えてほしい。父には体を大切にしてほしいと。それからかまど少年、俺は君の妹を信じる。鬼殺隊の一員として認める。汽車の中であの少女が血を流しながら人間を守るのを見た。命を懸けて鬼と戦い、人を守る者は誰が何と言おうと鬼殺隊の一員だ。胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。君が足を止めてもうずくまっても時間の流れは止まってくれない。共に寄り添って悲しんではくれない。俺がここで死ぬことは気にするな。柱ならば後輩の盾となるのは当然だ。柱ならば誰であっても同じことをする。若い目は済ませない。かまど少年、井の頭少年、黄色い少年、もっともっと成長しろ。そして今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ。俺は信じる、君たちを信じる。ちゃんとやれただろうか。やるべきこと、果たすべきことを全うできましたか。立派にできましたよ。汽車が脱線するとき煉獄さんがいっぱい技を出しててさ、車両の被害を最小限にとどめてくれたんだよな。そうだろうな。死んじゃうなんてそんな、本当に上弦の鬼来たのか。うん。なんで来んだよ上弦なんか。そんな強いの、そんなさ。悔しいな。
何か一つできるようになっても、またすぐ目の前に分厚い壁があるんだ。すごい人はもっとずっと先のところで戦っているのに、俺はまだそこに行けない。こんなところでつまずいているような、俺は煉獄さんみたいになれるのかな。弱気なこと言ってんそれ。なれるかなれねえかなんてくだらねえこと言ってんじゃねえ。信じると言われたならそれに応えること以外考えんじゃねえ。死んだ生き物は土に帰るだけなんだよ。ベソベソしたって戻ってきやしねえんだよ。悔しくても泣けんじゃねえ。どんなに惨めでも恥ずかしくても生きてかなきゃならねえんだぞ。お前も泣いてるじゃん。かぶり物から溢れるくらい涙出てるし。俺は泣いてる。こっち来い、修行だ。そう、200人の乗客は一人として死ななかったのか。教授郎は頑張ったんだね。すごい子だ。寂しくはないよ。近いうちに教授郎やみんなのいる黄泉の国へ行くだろうから。少年、かまど少年、ここは禰豆子、善逸、伊之助。いない、誰も匂いもしない。まさかまだあの鬼の術にかかっているのか。でも以前のように記憶がなくなっているわけじゃない。それに、なんでだろう。不思議と嫌な気分がしない。こっちに来いって言っている気がする。気になるな、扉の先はどうなってるんだ。ここ親方様の、さっきまで病室にいたのに。あ、扉が。服もおかしな気分だ。現実離れしたことが起きているのに不安を感じていない。むしろ、あ、煉獄さん、煉獄さん、なんで。隙のない力強い構えだ。これだけでわかる。やっぱり煉獄さんはとてもすごい人なんだと。わかりました、すべてを。
ぶつけてこい。そう言っている。よろしくお願いします。全力で挑め。力を振り絞れ。煉獄さんはそれを望んでいる。思いに応えなきゃ男じゃない。いろいろと気になることがあるけど、そんなのは後だ。動きに一切の無駄がない。それでいて力強い。水の呼吸は違う。立ち筋は流れるように綺麗だ。これが炎の呼吸。これが柱。全てを振り絞る。何度も打ち合ってやっと分かってきた。煉獄さんがこうして俺の前に現れてくれた意味が。刀を合わせるたび響いてくる。煉獄さんの言葉が、教えが。前を向け。皮を食いしばれ。心を燃やせ。これからは分かっています。炎の呼吸、奥義、火の型、火の神神楽、炎武か。全力を出して、刀を飛ばすだけで、やっと。煉獄さん、やっぱりとてつもない強さだ。ありがとうございます。これ…夢…そうか…夢…夢か…禰豆子…俺は…大切な人をたくさん失った…家族…鬼殺隊の仲間、たくさんのものを鬼に奪われた。だけど、大切な人はまだ残っている。つながりはまだ残っている。だから俺は刀を振るい続ける。大切なつながりが残っている限り、受け継いだ思いが背中を押してくれる限り、これ以上みんなが悲しい思いをしないために、歯を食いしばり、前を向いて、心を燃やして、
行こう。これからも俺は進み続ける。火に映るは霊弦の舞、火に宿るは歴戦の湯、紡がれる強者の感慨、幾重もの意志玄魂の糧となり、鬼を滅する力とならん。なおもなおも受け継がれし先人の思い、幾清掃募る思い、大志振るうは精錬の技、悪鬼ほふるは鬼滅の刃。Yeah.